北側から見た福井川、橋梁福井川橋梁は、長崎県佐世保市吉井町自家国と、同市へ向かい町田の元の境界となる福井川にかかる、単線鉄道橋である。2006年9月、同駅間にある他の2本の橋梁と共に、国の登録有形文化財になり、長崎県の町づくり景観資産にも指定されている。当時の国鉄伊万里線の建設に伴い架橋された、もので、 1942年に、春高、1944年4月13日の、千両飛膳吉井間の開業に伴い、供用開始された。コンクリート製三連アーチ橋で、橋梁の長さは79メートル、アーチ半径は10メートル。東京梁が架橋された時期は、戦時中で鉄材の不足していた時期であることから、鉄筋コンクリートではなく竹を用いた。 竹筋コンクリートだという地元住民の証言がある。また資料が少なく、無金の可能性もあるという。竹筋コンクリートで建設されたとすれば、日本国内の現用鉄道橋としては他に類例がないため、松浦鉄道が2002年から調査を開始。2006年2月には、工学院大学に依頼して、被破壊検査と、コア抜きを行った。 アーチ部分から数箇所の小抜きが行われたが、竹筋仕様については確認ができなかった。また、営業路線であるため強度に影響を与えることができないなどの制約があり、不明のまま調査は終了したが、地元住民の目撃証言が得られたことから竹筋の仕様は一部にとどまると推測されている。ありがとうございます。